はい、今日は河南町にやってきてますけど、え、右方向、はいはい。先ほど全然違うとこ行ったのってね、通報寺かな、通報寺行って思ったの。ちゃうか、違うね、畑やね、ぶどう畑やね。いやー、なかなかええ雰囲気に見えるけど、違うか。はい、農道でございますが、ちょっと車入れんな。ケヤと入るか。え、先なんで吉田山古墳に行くのか。経由して、経由か。はい、わかりました。あと 100m ぐらいやけどね。やぶなってますね。もともとはこれぶどう畑があったんだろうね。この雰囲気は栗の木でございます。今ちょうどね、満開でおよそ 0m。 どこあんの。目的地は右側です。右側、お疲れ様でした。右側はこれぶどう畑、これやってないね。ぶどう畑やけどね、右側どこでしょう。わからんね、これじゃ。左を耐えてみようか。真っ暗やな、この朝から。これ墳丘言われた墳丘やけど、そやけどぶどう畑やけどね。どうなんだろう、ぶどう畑でございますけど、もう竹林になってるね、左側ね。これサメの群衆になってるからね、入られへん。これはほとんどやってないかもしれないね。どうなんだろうね。これが墳丘とすると、これ面白い雰囲気やけどね。どうなんですかね。マウンドはあるんやけど、残ってんだけど、なんかな、これやっぱりぶどう畑かね。まあ雰囲気には見えないけどね、これね、雰囲気には。はい、な、次急ぎましょう。これ地図で表示してんねやから、看板1個ぐらいあったらいいのにね。納得できんだけど、真っ暗やもんね、こん中。ここや、やっぱここなんで。目的地に到着しました。お疲れ様でした。どっち、こっち、やっぱ反対やな。こっちやね、こっちでございます。はい、ここで、ここです、吉田山古墳でございましたが、残念でございました。看板もなければ何にもなかったですね。じゃあ次はどこ、五病山古墳か。これはちょっと入っていけんな。左方向です。いやー、左はちょっと入っていけないぞ、これは。なんもなんでも、これ入れてか。ちょっと上濡れとるしな、これ無理やな、これ。うわー、なんか行けそうな雰囲気じゃあるけど、あ、蜘蛛の巣だらけやね。残念やね、この奥か。350m、こっちから行かれんの。もしか行ってみようか。これ命がおんねんかね、いっぱい柵をいっぱいしてあるってことね、命がおるよ。ああ、カラフがいっぱい。こ
この辺り車を入った形跡ないね、これ長いこと。なんだカラスか、すごくいるんだけど、あの辺に巣があるんやろな。ガーガー言うとるけど巣がないか。あれ声がしないかね。この辺ももともとはこれブドウ畑だったんやろね。北やったらこっちが北やろ。え、どうなるか。こうか。こう北。どっち行くんだろう。こっち、こっち。こっち進んでみましょう。上がってるかね。いや、何にも見当たらないけど。20メーター。1分。こっち？いやいや、こうやな。こうか。今ここやろ、池があるやろ。このまだ上か。なんかイメージ的に近くなってるような感じはするんだけどね。一応道はあるんだけど真っ暗だ。なかなか近づきませんね、これは。この上あたりの感じではあるんだけど、登るような道があらへんもんね。じゃあ遠く行ってみようか。いやー、これはすげえことになってんね、これ。バタバタ倒れて。こんな感じやな、上やわ。この上、行かれへんわ。この野暮では。野暮野暮。どっか道ないのかね。ほら、行ける道ないぞ。上がる道がないもんね。やっぱりこの上かね。この上の可能性は高いかな。どっか登るとこないのかね。これは登られないもんな。この上なんだろうけどね。登る道、登った跡がないからな。あ、ここからなんか登ったような跡があるな。あ、ちゃうか。これ登った跡はないね。入らないでくださいって書いてあるの。これ何て書いてあるの。お願い、先の子を取らないでくださいって書いてあるな。これはダメだな。これは行きませんね。この雨の中ではね、滑って危ないよね。こうしたものすごく濡れてるんでね。はい、残念。今回もあかんか。残念でございました。さあ撤退しましょう。どれぐらい歩いたかね。20分以上歩いたかね。これはすごいね、この竹は。
まあ、隙間もないぐらいに、ね、竹が生えてます。冬の晴れた日に来ないかんね。この奥にもなんか古墳みたいなのがあるんだけどね。はい、大正来ましたけどね、御陵山も確認できる不安でございました。冬ならね、上に上がる記憶あるんだけど、まあちょっと雨降ってるし下が緩いんでね、急傾斜やからやめときました。危ないからね。あれ上がったらひょっとすると安堵かもしれんだけどね。あんな奥に作らんの、この辺にいっぱいあんのにさ、ねえ、ええのがあるでしょ、こう、マウント。あの向こうのやつもそうやけど。あんな奥に作ってもらわんでも。はいはい、ありがとうございました。大将からでした。